今日は実在の自分は神と書いております、私たちは自分が何者であるかということを知らぬままに、今日まで過ごしたまいたわけでございます。で、人間と神とはみんな別々の存在だとほとんどの人はお考えになっております。で、神は拝むものであるというように考えられてまいりました。一体全体神がどのようにしておられるか、これを追求してまいりますと、で、自分自身が神であるということに到達いたします。これを普通言葉で言われている神に到達したものと言います。自分を追求していきますと、どこから出てきたんだろうかというと、追求してまいりますと、自分が神から出てきたものであり、神そのものであることがわかります。それはどういうことであるかと申し上げますと、この無限宇宙という宇宙は神の体であり、また大生命そのもの、宇宙生命といいまして、生命そのものでございます。そしてこの地球も、すべてのものは神の中において創造されたものでございます。神はすべての作り主であられる。で、作られたものはすべて神の内側において、無限宇宙において作られたのでございます。皆さん方は神の中に生きておられて、そして神は皆さんの中に生きておられます。すべて今私たちが住んでいるところも神の内なる存在でございます。神はありてあらゆるものを神の自分自身の中において創造なされ、そしてご自身の生命を宿されたわけです。だから私たちの実在というのは神でございます。神の他に何もございません。すべてのすべてが神であることがわかります。しかし私たちは観念として神というものを実感として捉えておりません。実感という言葉が出てまいりました。実感。私たちは今五感、肉、そういう外側の創造されたものでものを判断いたします。しかし内的ビジョンといいまして、私たちは目に見えないものなくして見えるものの存在のないことをよくご理解できると思います。皆さん方は命、生命がございますね。その生命なくしては見えるものの存在はないのでございます。だから見えるもの、形となっているものはみんな命の現れでございます。で、命という生命が神でございますから、神の現れでございます。で、あれてあらゆるものの中に神という生命が実在いたします。だから私たちの中に今皆さん方は自分で生きていると思っておりますけれども、現に神が私の中に生きておられるから私は生きております。皆さんもそうです。神が生きているから自分は生きているんです。神が自分の中に、生命という神がおられなかったら私たちは生きておりません。で、あなたは自分の生命というのが何なのか追求してみていただいたらいいと思います。それは自らが本当に生命というのはどこから来たんだろうか、何なんだろうかと追求していきますと、今度はその生命は神に到達するわけです。皆さん方は自分で自分をなかなか追求しない、ただこの三次元の日常生活に追いまくられまして、自分が何なのかがわからない、無知のままに私たちはこの世を去るものがいかに多いかということでございます。だから今自分ではっきり自分が神であるということの実感、あるいはそういうものを本当に自覚しているのじゃないと思います。もし私たちが自分が神であるということの自覚ができていましたならば、私たちは神に似るようになります。私たちが神を受け入れたからなんです。容認したからでございます。しかし皆さんが